ってきたの？10年も東京にいたら気も済んだしね。 Facebook で好きだった男子に連絡してみようとか言い出して会いに行くことになったんです。最近椎名君から連絡来る？今更のこと言いたくないの。でも言ってやろうか、あんた彼氏でも何でもないからね。椎名会えなくなった途端に彼氏面してひっつき待ってる、多分の遠藤だからね。椎名くんって男の子がいるんだけど、周りはいつも盛り上がってて存分にはしゃいでるよ。なんかやりたいこととかない？何者かになりたい。何それ？いや、誰か、誰でもいいんだけど。収まりたくない。ねえ、私今どう見えてる？いつになったら私は何者かになれるんですかね。切なさも悲しみも全て忘れられなくても、まあどうにかなるっしょ。ここは退屈、迎えに来て。